ありがとう。ミルクと砂糖はご自由にどうぞ。いただきます。ナナミ、ミルクと砂糖52って言われてるよ。コーヒー飲めないんだったら、せめてガンガンにミルクとか砂糖入れなさいって。ブラックのままじゃ絶対飲めないよ。いただきます。入れたてのコーヒーを一口。芳醇な香りにキリッとした酸味とコク。正直言ってうまい。インスタントとは全然違う。あ、ドリップコーヒーってうまいんだ。俺、レギュラーとインスタントは飲んだことあるけど、ドリップってまだ手出したことないから、ちょっと気になるな。今度買ってみようかな。どう？大丈夫？美味しいです。苦味と酸味のバランスが良くて、スッキリする感じで。本当に思ってんのかお前は。なんかコーヒー通みたいな言い方してんの、ちょっとだけ気になるな。行き詰まった時、気持ちよく頭をリフレッシュする目的でブレンドしたものだからね。お、自家製ブレンド、それは熱いな。なかなかレベルの高いことするのね、このお姉さん。いい加減名前教えてくんないかな。俺はこの味、好きですよ。そう言ってもらえると嬉しいね。これお姉さんの好感度ちょっと上がったんちゃうか。やっぱその人の一番大切にしてるものを褒めるのがモテテクニックの一つだからね。いや、買おうよ。飲めないなら飲めないって言いなさいって。そうですね。この苦味がたまらない感じですね。シャシャなクソガキが。たまらなすぎてる顔してるじゃん。涙目じゃないか。ああ、ごめんね。私好みにしてるから、ちょっと口に合わなかったかもしれないね。いや、ここに明確な年齢の差があるってことが証明されたね。やっぱ年を取ると、舌の域値がどんどん高くなっていくから、味覚が感じ取りにくくなるんだよな。すぐに緑茶を入れ直すよ。もう少しだけ待っててくれる？おいおい、社会人のマナーがなんだってんな、ナミ。結局こうやって二度手間をかけさせてしまったら、マナーもクソもねえからな。すみません。謝らなくていいから。お湯もまだ残ってるしね。すぐに入れるよ。あ、やっぱ電気ケトルとかあるのかな？もしかしたら。だったらレギュラーコーヒーでもいいかなと思うけど、ちょっとレギュラーコーヒーだと時間がかかって研究が進まなくなるとかそういう背景でもあるのかな？まあそんなこと言うなってしに行こう。ナナミなりの大人の気遣いをしようと思ったんだって。だって、私も成長してるし、そろそろコーヒーぐらい飲めるかなって。別に何も言ってないだろ。目が物語ってんだよ、口以上に。サトル君が何を考えるかぐらいわかる。妹なんだから。なんでここで急に妹マウント出してきた？可愛いけどね、そういうところ見せてきちゃうと。なら俺も、ナナミが何を考えてるかわかるぞ。そう言って、飲みかけのコーヒーを取り上げる。もう飲めないんだろ？いらないならもらうぞ。わ、イケメンお兄ちゃんだ。こういうエロゲは外れない。まあ、ゆずそそさんの作品だから外れは絶対ないんだろうけどさ。うん。ありがとう、お兄ちゃん。お兄ちゃん呼び来たよ。やっぱ可愛いね、お兄ちゃん呼びをする妹キャラっていうのは。いつも世話になってるからな。いや、ほんとだよ。むしろこのコーヒーの飲みかけを代わりに飲んであげるぐらいじゃ全然足りないぐらいのことしてもらってるから。じー、あ、お姉さんが面白いコンテンツ見っけって顔してる。可愛いな、じとめ。なんですか？仲がいいなぁと思ってさ。そこら辺の兄弟よりも仲いいよね。このぐらいの年頃でっていうのはなかなか珍しいと思うし。まあ兄弟ですから。いやいや、そんなことないだろ。普通会話しないどころか目も合わさないみたいな兄弟多いぞ。それより質問してもいいですか？どうぞ。この部屋の鍵ですけど、生体認証が取り入れられてるんですか？あ、ここはちょっとスパイ主人公の出る幕って感じなのかな？指紋認証ではなく生体認証なの？厳重で驚きました。こんな部屋に入っても盗むものなんてないんだけどね。これもアストラル技術の実用実験なんだよ。というと？認証してるのは指紋でも掌紋でもなくアストラルなのさ。それ侵入むずくねえか？指紋とか掌紋だったら手のひらペターってなんか特殊な板につけてね、でそれ複製させてみたいなのよくドラマで見るけど、アストラルってなると不可能なんじゃないか？アストラルはその使用者によって大きく異なって全く同じ変化はないと言われてるのは聞いたことがあります。つまりアストラルで個人の特定が可能であり、そのシステムを組み込んだセキュリティの実験品があれってこと。余計なことしやがってよ。転入した意味なくなるじゃねえかお前。どうしてくれんだ。それはすごいですね。もう主人公驚いてるだろうけど、内心冷やすダラダラだろうな。どうやって侵入しようかって今考えを巡らせているよきっと。でもそれは
アストラル使いしか使えないシステムになりますよね。アストラル使いのこのお姉さんしか入らなくていいから、こういう実験室用に特別に作ったものなんじゃない？ところがどっこい。そうじゃないんだよ。ところがどっこい。なんかいちいち年齢を感じさせるんだよな、節々で。能力を発動できなくても、アストラル自体は誰しも干渉しているもので、まあ、ここら辺は授業でそのうちやると思うよ。いや、学校の授業楽しみだね。アストラルについて学べるってそうそうないからね。まあ、そもそもアストラルというものがこの現実世界にはないから、物珍しさがすごいんだけどさ。とにかく、アストラル使い以外にも反応するように設計されてるのさ。じゃないとニッチな商品すぎる。あ、じゃあ、まだ付け入る隙はあるって感じなのかな？よかったね、主人公。いや、汗かかなくてよかったね。こんなシステムがこの学園にはたくさんあるんですか？いや、ここら辺主人公がスパイやってるっていうのを裏事情で知っちゃってるから、あ、探り入れてるんだろうなっていうのがわかるけど、何も知らないお姉さんからしたらただの質問にしか捉えられないの面白いよねこれ。まさかここ以外だと水や電気の管理をしてる機械室ぐらいじゃないかな。あくまでまだ実験段階だからね。はい、緑茶お待ちどうさま。あ、ありがとうございます。おい、ななみ、やめろよ。緑茶も苦くて飲めないとか。緑茶の苦さでダメだったら、もう茶なんて全部ダメになるからな。こっちはとても美味しいです。こっちはとか言うな、お前。失礼すぎる。何が大人のマナーやね。よかった。お気に召したようで何より。気が向いたらいつでもおいで。お姉さんが入れてあげるから。いいな、なんかこういうコーヒー屋さんみたいなのできんの。まあ、ななみの場合はお茶屋さんになっちゃうけど。茶屋いいね、茶屋。響きが素敵。ありがとうございます。機会があったらよろしくお願いします。授業をサボって入り浸っちゃダメだよ。そんなことしない。あの、先輩。なんだい？兄が授業をサボるようなら、どうぞ叩き出してください。てめえ何様なんだ？まだやってねえだろうが。なんで未遂でそんなこと言われなあかんねん。乱暴なことをしても全然構いませんから。か弱い女の子が屈強な男に乱暴なことって一体何をするのか気になっちゃうな。逆に乱暴されても正当防衛として片付けられるから、むしろこっちの土俵なんだよな。おい。オッケー、わかった。じゃあその時はお尻を蹴り上げよう。いや、主人公が M か S かによってアメかムチか変わってくるな。主人公どうなんだろう。なんかスカしてるし、 M 気なさそうだけど、サボらないと言っているのに。それは残念。誰かのお尻を蹴り上げるなんて初めてだから楽しみだったんだけどな。いや、どういう癖？人のお尻を蹴り上げたいなって思う瞬間人生にないじゃん。まあ、それはさておいて、そろそろ本題に入ろうか。本題ってなんだっけ、そういえば。もうなんかチャーシューバイたことだし、さあ帰ろうかって感じなんだけど、具体的には何を登録するんです？あ、そうだ、エイムスの登録だった。全然忘れていたわ。名前に生年月日、そしてアストラル能力、身長、体重、体力、視力、聴力、健康状態、その他もろもろ。めちゃくちゃあるやんけ。入学前に済ませておけばいいものを、なんでわざわざ学校に来てからやんなきゃいけなくなるんだ。と、項目は多いけど、基本的に学院で行った体力測定や健康診断の内容も一緒に登録してるだけだよ。今日登録するのは、名前と生年月日とアストラル能力。あと、身長と体重ぐらいかな。急に減ったな。なんだ、そんぐらいだったらもう数十秒でできるね。もう名前と生年月日を言いながら体重と身長を一緒に測れる機械に乗るみたいなね。他の部分は後日、学院で行われた時にこっちで追加登録しておくから。やっぱお前先生だろ。どういう立場なの、あなたは。んで、名前は、有原明くん。だね。うん、全然違うね。振り仮名も振ってもらっていないの。まあ確かに、暁と書いて、悟って読む方が難しいけどさ、悟です。暁と書いて、悟って読みます。暁って名前でもかっこいいよね。よくよく考えたら。おっと、間違えちゃってごめんね。いえ、よく間違われますから。なんでちょっとチクチクしてんだよ、お前。悟るね。有原悟くん。暁と書いて、悟る。悟る？おっと、お姉さんの中で何か引っかかる部分があるのかい？元彼の名前とか。なんか嫌だな、そういう処女じゃないことを匂わせてくるのは。あの、何ですか？もしかしてなんだけど、以前に、
私と会ったことない？あ、やっぱそんな感じになってんの？主人公もお姉さんに対してそういう風に思っていたしね。もしかしていつかの幼馴染なのか？先輩と？改めて相手の顔をしげしげと見つめる美人だ。まつげが長いのが印象的。まつげの長さはわかんないけど美人だね。これは美少女っていうよりかは美人なんだよな。ビドルジョーカー。